はい、どうも皆さんこんばんは、吉森です。ソリュー。シンプルだね。シンプルでいいね。ミラルーツ。なんか昔はなんか、ミラーアセンスだっけ？なんか呼ばれてたよね。なんかもう一つの名前があったんだけど、まあそれで呼んでる人は少ないな。大抵ミラルーツ。まあ、ステージがね、ここってのがちょっと、あれだけど、まあ、こいつが復活しただけでも嬉しい俺は。ミラルーツ専用のこの BGM ね。はい。あ、ストライカーダッシュですね。ストライカーダッシュにハマっちゃった。ストライカーダッシュの、汎用性の中で俺はハマっちゃったよ。待って。ミラルーツはね、4G で多分、2回ぐらいしか買ってない。だからすっごい楽しみにしてる。雷のブレスだよね、きっと。エビフライバージョン。いやー、綺麗だなー。触りてーなー。こういう女性と付き合おうね。今中学生、待って、ファー、こういうすぐ殺してくれる女性と付き合いましょう。そっか、雷伝説低いからやられちまうのか。なんかバルカの時のあのブレス全然食らなかったから、なんだろうと思ったらやべえな、これ被弾できねえぞ。え、翼、あーやばい、ごめーん、なんもできない。あ、ブレイブたちいいね。ブレイブたち見るとなんか嬉しいな。うん、ブレイブたち見るとちょっと嬉しい気分になる。俺の動画で多分、やばい！ちょっと待って、やばいんだけど、マジダメージ。ダメージ、シャレになんないんですけど。待って、やばい、バルカンとボレアス以上に俺慎重に行かないで、これすぐ死ぬわ、俺。すぐ行く。怖い。先行玉行きたい、先行玉行きたいけど、ちょっと無理、怖い。怖すぎる。なんか足硬くね？どうした？足どうした？ナイス、高速。翼に阻まれるな。オッケー。画面。はい。いや、この目よ。最高なんだけど。この目。スイ。当たれ！くそ！あ、やばい。あー、これは雷フラッシュじゃない？いなくなったってことは。ちょっと待って！ルーツどこにいんだ？やばい！長くない？長い。長い正春。長い正春。あれ、ルーツどこ行った？あそこ、多分あそこかな？あそこにいたのかな？あの高いとこに。あー、危ねえ。足硬い！やっぱり足硬いぞ。足硬い仕様なんて、あったっけ？あ、切れない。腕と腹だけか。やばい。尻尾くらう、危ねえ。よし、偉人消し、とりあえずたまった。ちょっと顔面いけないんで、ここは翼ですね。はい。はい。オッケー、これだ。よし。まあ。まだ麻痺とあれがあると思うんで、頭を破壊するのは次。さて、今回はね、ちょっと、鬼人、ナイス麻痺。行ってるそばから。鬼人、演月は持ってきてなくて、強化の構え。久しぶりにこれ使いたくなっちゃってね。これ持ってきたんで、これ使いたいね。当たれ！よし、キー！まだ1段階しか壊れてないかな？あれ、1段階も壊れてない？いや、壊れてるよな。あー！闘技邪魔すんのやめしくりー。あかん。ここで解くのはちょっと自殺行為か？大丈夫、オッケー。あ、やべ、来た。あー、大丈夫だ。怖い。いや、ほんとにやめて。雷属性、トラウマなんですけど。あかん。お、ナイス、落とし。顔面。はい。あれ？一段階も壊れてないか？ちょっと待って。見えねえんだけど、動いてて。あ、これでようやく一段階か。そうだ、ね、ようやく一段階だね。あ、二段階、ちょ、見えな。見えな。確かもうちょっとなくなるはず。いろいろなものが。ミラル、やばい、あっぶねー、やばい、こわ、キョアタン、JK 用語が、さすがに JK 用語が出てきちゃう、これ。あー、やっぱまだ折れるわ、まだ折れる。これは、いや、これは、逃げるな、男よ、死ぬま、攻めろ、落ちこい、今でした！
あれ、強化の構えってさ、出始めから効果あるよね。ってことは今真上からだったから無理だったってことは。後ろ取られたんだ、判定。あ、間違えた間違えた間違えた、あぶねえ、砥石砥石砥石と戦後のは間違えた、あぶねえ、動揺してる。あー、もう研げねえ。まあいいや、ここは臨戦で研ぎましょう。で、顔面来たら今でしょ。はいはい、壊れろ、オッケー。あとは翼と腹だね。すごいアングル口開いてるよアングル口開いてるよ。まあなんかいい夢見てたんやろな。はいはい、これは翼行こう。翼ナイス巻き。あ、翼壊れてる。あ、翼壊れてんな。まあいいや、じゃああと腹だけですね。これ赤回収いけるか。いや無理か。腹行こう。腹、あ、腹壊れてんじゃん。もう一応全部破壊し終わってんだ。やばい。あ、これまたあれか、 HP 満タンに保っといて多分あそこに行くよね。あそこじゃない、どこにいる。ミラルーツ探知不可だからタゲカメ効かないし。あ、あそこ飛んでるわ、あそこ飛んでる。ほら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 、雷を顧みずミラルーツの姿を追いかける実況者の鏡。危ない危ない危ない。はっ、オッケー最後の謎すぎだな。うわ、すごいスタイリッシュ着地。あ、いかれましたね。いやでもいい感じですね。まだ一人も死んでない。あ、俺死んじゃう俺が死んだわ。これはなんだこれ。あ、尻尾か。足かってーなー。はい、やっぱ腹の肉質は柔らかいわ。すごい怖い怖い怖い。あ、やっぱボレアスとかバルカンが使う炎属性の音が雷になってんだね。はいはい、やばい、オッケーオッケー。はい、ヒヤヒヤすんなこれ。ちょっと左足元にいると当たんないんだよね、俺から見て。見られるやつから見たら右足元か。ここは粉塵使おう。粉塵ペロ、これは生産狩り。死んだぞ死んだぞ。はい、あ、これ広角化になって、待って、広角化じゃねえわ。え、あの状態以上って、あの状態以上じゃねえよ。このモードってホースベースのルーツもあるんだっけ。ここだ、バリスタ使った方がいいかな。やべ、あぶねえ。多分3回あれだね、ロックオンされて降ってくんだね。2回目、やべやべやべ、硬質化してるよね。進撃の巨人じゃないけど硬質化してるんで、バリスタ、いや流撃層行く？流撃層は無理か。いや、せっかくだから使いたいね。動画出してね。いや、でもみんなの迷惑になるな。行こう、普通に。硬質化してるよね。怖い怖い怖い。待って待って、腕。あ、腕が、腕だけ硬質化してて、多分、あれか。あ、腹は硬質化してないみたいな感じ？かな？やっぱそうだ。でも腹の肉質もめっちゃ硬くなってるわ。で、腕が切れない感じだね。腕切れたな今。オッケー。どういうことだ、どういうことだ。ミラルーツの仕様わかんないな、これ。フォースピスのミラルーツの仕様わかんない、これ。んー、まあ、なんか大丈夫くさい。肉質は硬くなってるけど、いけそうですね。はい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 。あ、顔面は柔らかい。いけ、当たれ！くそ！痛い。やばいやばい。これは、顔面に王冠ぶち込みたいな。取っとく？取っとく、まだ。いや。いや、使っちゃうか。赤維持しないと。はい、はい。そしたら、強化の構えを今度こそ使っていきたい。かっこよく。やばい！怖すぎー。ありがとう。大粉塵だ。ありがとう。あ、違う、二人が飲んでくれたんだ。とこうか、とこう。待って待って、怖い怖い怖い。オッケー、ナイス、ひるみ。あぶねー。あー、方向で強化の構え行きたいよね。これ、ひっかき、これ、ひっかき。いや、ひっかき来ないんかい腹、腹、腹、硬い、硬い、腹。あ、やるくなりましたね。ってことは、あれか。危ないよ！
あれだ、まあ一応あれだ、あのドスベースのルーツと同じ感じだね。何パーセント以下から何パーセントで硬質化してさらに弱ってくるとまたやりたくなるみたいな、そういう仕様だったよね確か。フロやばい、間違え、使っちゃった。何をしとんねん俺は、な、何をしとんねん俺は。痛い。そういえばフロンティアにルーツ出ないね。フロンティアのルーツとバルカンじゃなくてバルカンとボレアスもぜひかっこいいんでね、あの見てみてください。ルーツだけ出てこないんだよね。はい、やばい。あー、またこれか。この間にあれだな、流撃層のとこにみんな集めるか、せっかくだしサイン出しとこう。危なーい。あ、タピオカ来てるわ。やべやべやべ。あ、どうまいどうまい。目の前で死んでったな。あ、みんな集まってきてくれたな、サンキュー。トイレ行くか。よーし、あとはねブレス中にならないことを祈るだけ。ルーツが今今でしょ。オッケー、オッケーオッケーオッケー。これで BGM BGM が変わる仕様があったら完璧だった。よしよし、降りよう。うー、すっきりした。はいはい、ちょっと待って、落ち着け。ここまで来たら死にたくない。オッケーオッケーオッケー。落ち着け、落ち着いて、落ち着いてせい。だから足、あ、あれ足切れるようになってる。オッケーオッケー、落ち着いてせい、落ち着いてせい。落ち着け落ち着け落ち着け。すごい下がるじゃん、画面行こう。そしたら画面行かれましたね。いや、切れ、今切れ、今でしょ。画面オッケーオッケー、ナイス画面。やばい、やばい、旅やばい、旅やばい。粉塵、よーしよしよし、オッケーオッケーオッケー。怖いよ怖いよ。あのブレス絶対一撃じゃん。絶対一撃だよね、あのブレス。はい、よし、大垣に溜まったぞ。ナイス、マキ、ここでマキをしていこうとこう。顔面に来たけど、ここはちょっと翼に大垣人材打ってきましょう。はいはい、もういけるんちゃう、もういくんちゃうの。落ち着け落ち着け、乗った、ナイス取り、決めよう。このタピオラの上で決めましょう。あ、尻尾が上、尻尾が、尻尾。これ顔面埋まっちゃいそうだな。どうする、タピオラそのまま落としちゃう、どうするかな。オッケー、ナイス、ファッ、いけ、これで終わるでしょ。終われ終われ、決めろ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 、せい、オッケー。ふう、ということで、待て、飲んじた、ミラルーツでした。いやー、かっこいいな、最高に活かしてるよ。うん、バルファルクもかなり好きだけど、いや、いい勝負するんちゃうの。ということで、一応全モンスターはダブルクロスでは終了したかな。ただ全クエストはまだ続くんで、2つなの最高レベルで、多分2つの最高レベルの方が強いと思うんだよね。どうだろう、わかんないけど、2つの最高レベルだったり、あとはなんだっけ、なんとか極限なんちゃらクエストみたいなのもあるよね今回。極限じゃねえな、それもあったりで、まだまだ全クエ制覇続きますね。さよなら。